こんにちは、テタレです。今日はですね、我が家に謎ガキがやってきたということでですね、友達が SNS で、ちょっと欲しい人みたいに告知して、で、欲しい欲しいって言って、僕が手を挙げたっていう感じで、売ってもらう前提で、ちょっと送るから引いてみてくださいねっていうことで、送っていただいたので、送ってもらったんですね。で、これがね、よいしょ、届いたんですけど、よいしょ、もうなんかどんな形だよっていう、でね、しかもね、これね、箱に包んで送ってくれたんですけどね、ここね、サウンドハウスのね、納品書がね、つけっぱなしになってるんですよね。これ多分返した方がいいんだろうなと思ってちょっとその辺も含めて開封をしてみたいと思います。ワクワクですね。はい、というわけで開封が終わりました。いやー、すごいのが来ましたよ。じゃじゃーん、なんじゃこら。ピントが上がった。こんな感じです。なんかね、このフレットのところが、まずこれフレットレスなんですけれども、こう印だけついてて、でちょっとこの R がついてるんですよ。なんでこれ弓で弾くようになってる楽器ですね。これ、これが平らじゃなくてね、こうカーブになってるんですね。このところがカーブになってるので、多分これ弓で弾けるようになってる。もちろんピッキング してもいいんだと思うんですけれども、で、ここにピックアップがついてますね。で、ここは普通にギター、エレキギターなのに、ここが外れるようになってて、で、ここにね、膝当てがついてるんですよ。これね、これね、こうやって構えて弾けるようになってるんですよね。よいしょ、こういう感じで。で、多分これでこうなってるんです。で、この部分にも、この肩当てっていうんですか、胸当てみたいのがついてるので、こうやって弾くことができるようになってる。だから、こうやって弾くんですよね。で、そうそう。で、裏にね、なんかのこのストラップのやつもついてるので、ここと、ここ?こっちか、上か、上のとこ。ここにもストラップのがついてるんで、だから、ストラップで下げて引くことも想定されている、ですね。でも概して、いわゆるエレキバイオリンとかエレキのビオラとかそういう類のものだけど、多分これで引くことはないんじゃないかな。ちょっと重さ的に無理があるので、多分やっぱりこっちで引くものか。でもストラップこう引く?これでこう弾きますか。やっぱこっちかな。そうですね。っていうか、これチューニングどうなってんだろう。よいしょ、ちょっと止めます。とりあえず今のところ多分デタラメですね、チューニングは。で、じゃあもうこれは普通にコードチューニングにしたら弾きやすいんじゃないかと思うんですけれども、なんかね、貼ってある弦も謎なんですよね。バイオリンちょっと太いし、ビオラにしてはなんかこの一番太い弦がかなりたくましい感じがします。弦こんな感じです。
語源ですね、はあ、でこっちのルームの方はエレキギター的な感じで使えるようになってます、はあ、よいしょ。これは長さ的にはよいしょ、長さ的には弦の長さ、ああもうバイオリンよりは全然長いですね。全然長いです。こっち揃えてこんなにいっちゃうので、もう全然長いです。じゃあ、なんかこれだと多分ビオラより長いんじゃないかな。よいしょ、ビオラ。お。よいしょ、ビオラだと思う。お、ビオラ。比べても、ああビオラと比べてもやっぱり 3-4cm ぐらい長いですね。よいしょ、ほら、全然ビオラよりもビオラよりも全然長いですね。じゃあどっかのビオラを、よいしょ、じゃあどうやってチューニングしようかな。とりあえず何かしかの5度にしよう。で何の5度にしようするかはちょっと後で考えよう。多分これはもう自分で決めなくちゃいかんやつだ。ちょっとね、なんかね、下が滑るので、ちょっと滑り止めを引いて、何にしようかな。これはどう？じゃあ、どうだろう、だから、じゃあ F とかにしますか。ちょっと低すぎるかな、ならないかな。他が5度チューニングに対応してる弦が貼ってあるかもよくわからない。起きてた。無理しちゃいましたね。どうしようかな。はい、ということで、弦を気を取り直して、貼り直しまして、これマンドリンの A 弦の弦を使ったんですけれども、 F から5度チューニングにしました。じゃあせっかく弓で弾くようになってるので、弓でちょっと鳴らしてみたいと思います。よいしょ、これがつかるか、これやっぱあれか、右膝の方がいいのかな。右膝にして、この弦の R がめっちゃこう少ないので、こう隣の弦に触らないようにするのがすごい難しいですね。あとあれですね、ここの長さが長いので、こうバイオリンとかと比べて結構指を開かなくちゃいけない。だからこう、かといってなんかチェロのようにこうね、
開いてこう1列ずつっていうあれでもないみたいな、こうすごい中途半端ななんか幅ですね。これきついな。これで小指が、ああ。なるほど。はい。じゃあまあとりあえず、まあこうやって弾けることは分かったので、じゃあこの問題のこの線をつないでどんな音がするのかっていうのをちょっと試してみようかと思います。はい。はい。じゃあちょっとね、線をつないでみたので弾いてみようかと思います。下からちょっと生音も拾っちゃってますけれども、あれ、ラインの音がおかしくなった。あ、切れた。あ、鳴った。あ、切れた。なんかこの電気回線のこの中の状態があまりよろしくないですね。あ、鳴った。バリバリいってます。あ、ガラ生だった。あー、ちょっとあれですね、あの中の電気関係のところをちゃんとメンテナンスしないと、なかなか楽器としてエレキ楽器として使うのは難しそうな感じです。そうですね。まあでもなんかね、物としてはすごい面白いし、なんかこのね、造形的にすごい魅力がある感じなので、なんかこれぜひね、使えるようにして、あのガンガン使っていきたいなと思うんですけどね。ピックアップとかがダメになってるかもしれないので、かといってね、どっか行ってメンテナンスしてもらって言ってもこんな受けてくれるとかどこにあるんだっていう、ね、話なんですけれどもね。なんかね、これをの元の持ち主のお話によると、これは高円寺のなんかで売ってたらしいんですよね。手作り楽器かなんかだっていうことらしいんですよ。なのでもしそのね、手作りしてる方がまだいらっしゃってコンタクトが取れたら、ちょっとメンテナンスとかしてもらえるのかもしれないんですけれども、まあ、もしかしたらまあ、ピックアップで拾ってこの流してるだけなんで、エレキギターの技術持ってる人とかだったら、もしかしたらこう、ね、直せるのかもしれないです。はい、ということで、なんかすごくこうそそる楽器なんですが、ちょっと電気系だけね、なんとかすればね、なんとかなってくれるんじゃないかっていうのがあるので、ぜひこれ直してね、使っていけたらいいなと思うんですよ。これね、だってなかなかないじゃないですか、これね。絶対ね、よそでは手に入らない品なので、ぜひちょっとこれね、はい、いろいろ調べて使っていけたらいいなと思います。あ、ピックアップ、とかここにもあって、ここにもなんかあってるんですね。だからどっちかがおかしくなったりしてるのかな、これが混ざってるのか、なるほど、結構複雑そうですね、話は。どうしたらいいんだろう、これ。はい、ちょっと詳しい、分かる方とか、こうしたらいいよとか、ここ持ってったらいいよとかあったら、ぜひ教えてください。はい、じゃあ今日はこんな感じでありがとうございました。